スト、甘い音色のオンフリューゲル、手塚清則。さあ、楽しい時間は早いもので残り1曲となりました。最後の曲紹介を兼ねまして、バンドマスター酒井のより皆様にご挨拶がございます。滑らない話を、ぜひ楽しみにしてではお願いいたします。本日は本当にこの猛暑の中お越しいただきましてありがとうございます。フライングビッグスビッグバンド、バンドマスターの、酒井の高吉と申します。再三こう10年10回目10回目ってこう言ってるんですけども、まあ、ちょっとバンドの、まあ、障害というか、これまでの10年の経緯だったりとか、ちょっとお話しさせていただければと思います。バンド結成が10年なんですが、付き合いというか、一番最初にお話しあった通り、大学の吹奏楽団の仲間なんですけど、ちょっと数えてみたらですね、こう付き合い始めたのが一番なくても17年ぐらい、この中で付き合ってる人がこういまして、まあ、付き合ってるっていうとあれですけど。17年の付き合いのある人もいましてね、そうするとなんか私のこう人生の半分ぐらいこうこの中のメンバーとこうつながりがあるんだななんてこう昨日ちょっとこの原稿を考えながら思いました。でですね、このまあ10年間の中で、一番最初は関内2001年ですね、9月30日、同じ年の9月11日に同時多発テロがあったんですけど、テロに負けないぞっつって言ってない頑張ってきました。あと MC からもありました通り、当初はこう、まあ、ほとんど学生、まあ、学校を卒業してすぐのメンバー、あと学生のメンバーとかで結成して10年経っていく中で、まあ、私も結婚して子供が生まれてとか、まあ、転勤で遠くに行ってしまうだったりとかっていうところで、こういろいろメンバーの入れ替わりもあったんですが、こう継続してやっていけてるっていうところに、とても、まあ、メンバーの私からメンバーにかけて、まあ、とても嬉しいなと思っているっていうところと、あと、いかんせんこうビッグバンドってこうこんだけ人数がいないとできない音楽なんですよね。こう例えば、いわゆるジャズっていうと、まあ、1人ソロ吹く人がいた、とリズム隊がそれぞれいてみたいな、こう小さいサイズの、ジャズっていうのもありますけど、まあ、私はこうこんだけこう人数いて、こうなんかダイナミックなというか、こうまあ、音でかいっていうのがとても好きで、こうなんかみんなでやってる感があって、とてもビッグバンドって楽しいなと思っております。で今後ともこう継続していくにあたってですね、まずさっきの家族ができるとか、まあ、そのメンバーの周りの人たちのこう、まあ、ご協力ご理解のもとバンドやっていけてるんだなということを含めまして、もちろん今回こうお客さんとして来ていただいている皆様にもちょっと感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございます。とても助かっております。で、この滑らない話ないけどいいよね申し訳ない、でじゃあいよいよ最後の曲に入ってしまいますが、フエゴアズールという曲です。これファーストライブの一番最後のメイン曲として鳥を飾った曲です。で、先ほどこのビッグバンドの大所帯でってい う, こう持ち味が生かされているアレンジ、エリック・リチャードという人のちょっとアレンジです。アレンジというか作曲アレンジでお送りしたいと思います。この曲をこの間、7月ですか、今回のライブに向けてリハーサルをやって、通してリハーサルした時にこの曲、一番最後にこうやったんですけど、こう、10年前もこれやったなっていう思いと、その10年間の中でいろいろ変わってきつつ、メンバーの その生活だったりとか変わってきつつあるけど、なんかこうピックスとしてのこうバンドアンサンブルができてるなっていうのをとてもこう感じて、こう感慨深いものがありました。なんつってよしやりますか優しいでしょ。こうでじゃあ先にソリスト紹介したいと思います。オントランペット岡田茂、続きましてオンギター小野崎義信、そして我らがコンサートマスター
コンテナーサックス相田道久というところで、ちょっと演奏前に深呼吸しましょうか。あのお客さんも一緒に伸びジャズってこうなんか座ってかしこまって聴くような音楽じゃないと思うんですよね。できっと演奏する方も凝り固まってると思うので、もう最後なんで、とうまく緊張がほぐれたところでよろしいかな。じゃあ最後の曲です。フエゴアズールお聴きください。